はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン、ゴルガリサクリファイスかなになります。はい、このデッキなんですけど、実は結構前から認知してて、これですね、歓喜する喧嘩タイバー、これがですね、出たことによって何が起こったかっていうと、マナクリがね、アンタップできたりとか、そのまま使えるっていうのもあるんですが、それよりも何よりもこれですね、忘れた神々の僧侶、通称 DJ ですね。はい、この DJ がですね、めちゃくちゃ強くなったんですよ。はい、で、このめちゃくちゃ強くなった DJ を使ってあげようということで、これを使ってマナ加速して、墓地から DJ 釣ってもいいし、 DJ をアンタップしてもう一回使うっていうのもありですし、みたいな、そんな感じのデッキになってますと。はい、で、何が強くなったかっていうと、やっぱり、このタイバーのおかげで、もういろんなところにアクセスできるようになったんですよ。このズーラポートデュエリスト、デュエリストだっけ、なんだっけ、ズーラポートの殺し屋に対して、タイバーで蘇生する、DJ 蘇生する動きだったりとか、ブラウンとかでね、ライフゲインもできるってことで、大体のアグロ系統のデッキに対してめちゃくちゃ強く出れたりとか、そもそもね、ブロッカーとかも強いのと、サクリファイスのシナジーがめちゃくちゃ強いというので、今回、このデッキ使おうかなと思ってたんですけど、前々からね、認知してたとは言ったんです。じゃあなんで認知してたのに出さなかったんだよっていうと、今回イニスラード、大影だっけ、はい、イニスラード大影のリマスターが来ましたよってことで、これの強化パーツである、この、ウェストベイルの修道院ってカードが追加されたんですよ。はい、このカード、確かイニカゲブロックの時は、余ったら1枚積んどけみたいな感じで入った、土地だったと思うんですけど、無色マナ出るのと5マナタップで1点払うと、白黒の11人間クレリッククリーチャートークン生成するのと、ゴゴストタップ起動で5台クリーチャー検出してあげると裏の、オーメンダールになりますと。でオーメンダールが飛行反抗破壊不能速攻97とかでね、とんでも化け物なので、はい、これも出せると。で、これがね、来るまでちょっと待とうかなっていうのが、理由で、紹介しなかったんですけど、今回ね、晴れてオーメンダールが来てくれた。オーメンダールが来てくれたというか、イニカゲブロックが、リマスターできてくれたということで、結構完成になったのかなと思います。はい。パイオニアのフォーマットでも結構勝ってる印象。で、MO ですかね。MO のパイオニアとかでも結構勝ってる印象で、で、かつ、確かこれの、修道院がないバージョンでも結構勝ってる印象なので、結構強いデッキなのかなと思います。はい、というわけで、本日この敵使ってランクマッチやってきました。勝率的にはいくらだろう ?7 割ぐらいは取れてたはずですね。はい。10戦中7勝ぐらいはしてるはずなので、非常に強力な敵かなと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。土地が1枚引ければ一応 OK かなと思うんで、ギリキープはしてみますか。うん。ラノエルとかが欲しかった手札ではありますけど、引けなかったら引けなかったでなんとかなる手札でもあるんで、カンパニーか、徘徊者ぐらいまでいければ全然問題はないかなと思います。タイバーまで最速でやる必要は今んとこなさそうですね。うん。あとは、一応欲しいとこで言うと、DJ? あたりが欲しいかなとは思うので、うん。その辺引けるようにお祈りですかね。とりあえずズーラポートデュエリストから置きましょう。テレズニアなので天使っぽい気がします。天使相手は回復量で結構押されちゃうイメージがあるんで、DJ は嬉しいですね。置いていきましょう。エンド。これは盤面一体だけなら徴集兵で貫通効くんで、一体以上になっちゃいましたね。ちょっとめんどくさい。これは徘徊者からかな。そうですね、徘徊者から置いて一旦エンドでいいかなと思います。うん、相手を殴りに合わせてとかでも問題なくて、白カル投手はトークンが増えるので嫌ですね。嫌なポイントどんどん抑えていきますわ。ケイヤ式幽体化、これフラッシュいちゃいないですよね。うん、殴ってきたら悲哀の徘徊者ブロックに回していいと思ってるんで、本当はこの徴集兵ぐらいまで置きたかったですけど、しゃあないかなと思います。
まあ、相手を対象にとって食いましょう。まあトークンから食ってくれると思います。うん、まあ一応ハンコンがなければ貫通とかもできたりするんで、あんまり悲嘆する必要はないかなとも思うんですけど、できれば土地あたりが欲しいかな。うん、 DJ もう何枚か追加で欲しいですね。複数枚あるとすごい楽になってくれるので。うん、これは徴集兵、野獣トークン、でエンドでいいかな。そうですね、一応またブロックできるのと、まあスクレルブとかもなんとかなるんで。ただ軽ギャにトランプルがつく可能性が全然あって、うん、軽ギャにトランプルとかがついちゃうとめちゃくちゃなことになっちゃうんでね、早いことゲームは決めなきゃいけないかなとは思います。トランプル持ちの名前がなんて言ったかは忘れたんですけど、あ、てかこれスレズニアだから冷やし球体が入んないですね。これはほい食って、 DJ がめくれるのが一番強いです。まあ一体サクってもらいましょう。スクレルブあたりが死んでくれるんじゃないかなとは思います。お、こっちなんだ、なら簡単に使います。うん、まあ DJ と野獣ですね。これで1点追加。無鉄砲も嫌ではありますけど、まだ耐えてますね。うん、 DJ2 回起動でどっちかは落ちてくれる形になるんで警戒。これが16ですかね。いや違う、12プラス9なんで20何点か入りますね。ズーラポートデュエリストは残しておきたくて、野獣を捨てていいかどうかを考えるべきですか。そうですね、次のターンにタイバープラスアルファで動けて勝てるかどうかを考えますね。タイバーで起こして、なんか勝ってそうな気はするんでブロックしなくていいかな。インスタントで死ぬ可能性は全然ありますが、まあそんなこと言ってたら全然できるので。残り3点。ズーラポートデュエリストの追加、タイバーからですか。デュエリスト2体サクって、クロクロタイバー、いやこっちからしかなくて、うん、こっちからしかなくて落とします。ここでズーラポートデュエリストとかが積もれるとめちゃくちゃでかいですけど、ああ肉先もっとでかいですね。いや DJ を食うのとどっちが強いかですけど、これは肉先からかな。うん、肉先 DJ、 恋煩いの野獣が多分殴れれば勝てるんで、うん、まあ、スクレルブが死にます。ワンドロー、クロクロ、ハイバーもう一体で、いや起こせないか。 DJ、 ここケーキャが死んで、クロクロが入るからズーラポートデュエリストが出ます。なので勝ってそうですね。うん、これは、DJ 追加で DJ の効果起動、まあ野獣残してここを捨てます。
ケーキャーを捨ててくれるなら勝ち確ですね。そうじゃなかった場合ってこっちにクリーチャーが残るんですよ。てかトランプルついてないんですよ。まあつきそうですけどね、つきそうなんですけど、これはブラポートデュエリストでなんかオーラ1枚で警戒トランプルつくはずではあるんで、まあちょっとあれではありますけど、初行の追加ケーキャがまあ殴ってきても、これならトランプルついてないんでね、野獣ブロックで問題ないと思います。急にトランプルついてきたら知らないですでこれで1点入ってで、勝ち確かなと思いますね。うん、 DJ が使えれば OK なんで、まあ、適当に気合の徘徊者あたりを出して勝ちですね。グッドゲーム大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手ではあるんですけど 1-3 で動けた上でカンパニーまで行けそうなんでキープではありそうですね。うん、かっこいい。これはカンパニー持ってかれそうな気はしますけど、パルヘリオンシュートかな。白黒で囲い打ってくるのはこれ神秘化から落とされる可能性も全然ありますね。うん、神秘化かカンパニーかの二択だとは思います。まあ、これは野獣のトークンからいきましょう。まあブラン引けたんでこれならこれでも問題ないですね。うん、あとは最速で動かれないかどうか。あ、これはパルヘリオンシュート確定です。最速で動かれちゃうと結構どうしようもないんでね。なんか先手最速っぽい動きしてますね。エンド先手最速はちょっとどうしようもないんで、これは一応ブロックしない。ベリアナが飛んできた時にそこに対してなんとかしたいんで、これは野獣でいいでしょう。うん、でインスタントでの除去っていうのがほとんど、まあ、プッシュとかだと思うんで、これはブラン殴っておきます。で忌まわしい回収使っていきますね。うん、ああこれは OK。 一応、シガが飛んでこなかったパターンになりますね。うん、エシカの戦車普通に嫌普通に嫌です。シガが飛んできた時にどうこうとかもありえるんで、まあカンパニーは打つタイミングではあるんですけど、一旦エンドかな。野獣殴ってダブブロされるのも全然手なんですけどね。うん、野獣殴ってダブブロされてブラーンでドレインしていくっていうのも手ではあるんですけど、まあ死が引かれちゃいましたね。うん、まあこれはしゃあない。一応こっからでもまくれる可能性あるのがこのデッキの強みなんで、まあズーラポートデュエリストタイバーとか合わせてね、なんとかかんとかしてあげるといける可能性があるのがデッキとしての強みなので、うん、まあ、とりあえずカンパニーからいきます。まあ DJ 徘徊者でよくてヤギ、まあこれはエシカブロック、ここブロックで、まあ徘徊者でヤギ食います。フライワン、ズーラポートディーリストがもう1枚積もれるのが多分一番当たりになってくるかなとは思います。徘徊者は1枚で十分ですね。うん、プラス4点。DJ2 回起動とかで勝ってないかなと思うんですけどね、これ。まあ、ズーラポートディエリスト、ファイバー。ただ、いや、これもう矢印落としますか。そうですね、これは殴ってから、いや殴る前でいいか。殴る前にコッコ食って、8点、ワンドロー、黒黒起こして、
2点、2点、2点、6点までしか入んないんで、徘徊者かな。うわー、ズーラポートギリスト、ここで、なら、ここで OK で、勝ってますね。はい、勝ってますね。OK。相手ターン入って、徘徊者で、食って食って食ってで勝ってるはずなんで、ギリギリ勝ったかなと思います。全部誘発のスタックさえ乗せれば OK なんで、ライフゲインの要素はないですし、インスタントでライフゲインできるのが、あいつだけ？あ、てか、今のタイミングで使うべきでしたね。インスタントでライフゲインできるのが、ウィザーブルームの、いや、インスタントじゃなかったっけ、あれ。ウィザコマぐらいしかなくて、それで勝ってると思うので、まあ、フルパンされても、耐えてもいるはずなんですよね、これ。ちゃんとブロックしてあげてて耐えてるはずなので、まあ適当にブロック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 で全部食うので、僧侶まず食います。これで4点。まあこれは下でいいです。でブラーン食います。てかこれ普通に何もしなくても勝ってそうですけど、まあ、ズーラポートギリストで2点、まあ何でもいいです。あとは適当に食えば勝ちですね。これで勝ちかなと思います。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあライフゲインのドレイン性能っていうのは非常に高いかなと思います。特にまあ相手がね、最速でパルヘリオン出していた時だけはちょっと厳しいんですけど、そうじゃなかった時に普通に勝ててましたよね、みたいな。そんな感じになれるのかなとは思いますね。はい。で、まあこのデッキ、まあ弱点らしい弱点も実はあったりするんですけど、まあやっぱりね、墓地追放されちゃうと厳しいだったりとか、まあこのタイバーとかですかね、追放されちゃうと厳しかったりとか、まあその辺はあるんですけど、やっぱりね、DJ のおかげでいろんな除去をすることができるっていうのはでかいポイントで、で、この DJ も何が弱かったかっていうと、やっぱり召喚酔い解かなきゃいけなかったんですよね。はい。まあ、その召喚酔いが解けなかったって部分を解消できたっていうのは非常に強力なのかなと思います。で、今回はですね、まあ、タイバー採用した、まあ、ゴルガリ軸ではありますけど、まあ、ラリー採用の、まあ、アブザン軸みたいなこともできますし、はい。非常にいろんなパターンはあるのかなとは思います。まあ、ラリーの場合は時間差が消えるんですけどね。はい。とか、まあ結構いろんな形があるのかなとは思いますね。ただやっぱりタイバーのおかげで本当にこの手の、まあ、DJ だったりとかこの辺のねラノレとかが非常に使いやすくなったっていうのはこのデッキのすごい強化ポイントなのかなと思いますし、今後ともね、まあ環境に出てきてもおかしくないタイプのデッキではありますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは